高尾山は都心から1時間ほどの距離にあります。そのアクセスの良さと自然の豊富さで以前から親しまれてきましたが、2007年にミシュランガイドで三つ星の観光地に選ばれてから、高尾山は年間300万人の登山客が訪れる世界一登山客の多い山になりました。ウグイスは北海道から九州まで広く分布し、鳴く時期は沖縄や九州では例年2月頃から鳴き声が聞かれ、西日本から東日本では3月、北日本では4月から5月に聞かれます。秋から冬は、チャッチャッと鳴きますが、春になるとホウホケキョと鳴くようになり、巣作りを始めます。ウグイスが鳴くのは、春になって繁殖の準備を始めるためです。稲荷山コースは、高尾山の塩根とは別な尾根を通るコースで、南側にあることから明るく、道幅も広くて気持ちよく歩けるコースです。元は林業用の道で、道沿いには杉ヒノキの林が続きます。麓からコース中間の展望台までは急な登りですが、中間から頂上までは比較的なだらかな道になっています。2022年3月に山頂近くの部分がリニューアルされ、また、2023年3月に登山道全体で改修工事が完了しました。
天狗様は飯綱大権現様の随身として除災開運、災厄少女、招福万来など衆生救済の利益を施す力を持ち、古来より神通力を持つとされ、多くの天狗伝説や天狗信仰があり神格化されています。このように高尾山は飯綱信仰とともに天狗信仰の霊山としても知られております。高尾山には6つの自然研究路をはじめ、いくつもの登山コースがあります。高尾山登山1号路は薬王院に参拝するための表参道で、高尾山で最も人が多いコースです。薬王院に至るまでの参道はすべて舗装されています。途中、ケーブルカーの駅や猿園、杉並木、薬王院を通り、お団子やそばを売る茶屋も数多くある観光コースでもあります。